ノエル・ハワードはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。1920年12月25日、フランスのパリで生まれる。1953年22歳の頃、フランスでロケーション撮影を行ったアナトール・リトバク、監督によるアメリカ・フランス合作映画、思い出に美術デザイナーとしてクレジットされる。1955年には、 ハワード・ホークス監督が、ウィリアム・ホークナーの原作を、エジプトロケ、ローマのティタヌス・アッピア撮影所で、セット撮影を行ったピラミッドでーハン監督を務めた。以降、ビリー・ワイルダーがふんだんなフランスロケを行った1957年の、昼下がりのジョージをはじめ、MGM の海外大ロケーションもののーハン監督を多く手掛けた。 1962年のデイビッド・リーン監督のアラビアのローレンス、1963年のニコラス・レイ監督の北京の55日といった対策の現場を B ン監督として職人的に仕切った。ハワードが B ン監督を務めたソロモンとシバの女王のジーナ・ロロブリジーだ。1964年、歌手のジョニー・アリディ・シルビー・バルタン主演。 レイワンチュラのプロデュースするフランス映画、ジョニーはどこにで、監督としてデビューした。フランスの映画プロデューサー、ラウール・レビが、ドニス・ド・ラ・パテリエール監督、アランド・ロン主演で、1962年から撮影を、進めていた大作、マルコ・ポーロ大冒険の制作現場の収集がつかなくなり、共同監督として、声がかかる。同作は1965年8月6日に、 公開されたが、三憺たる工業成績でデビの会社は破綻した。その後もハワードは、スペインで大ロケーションを行ったロバートシオドマク監督のカスター将軍などのビーハン監督を務めた。1969年以降は、フランスやイギリスでのテレビ映画に進出した。1987年2月7日、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスで死去した。 万六十六歳没、ありがとうございます。